さくたです今日はですね遠征登山とか観光にも使えるレンタカーの比較をしてみたいと思いますレンタカー各社ありますあとカーシェアリングとかもね兼ねて、えー、解説していきたいと思いますのでぜひ参考にしていただければと思いますではお願いしますではレンタカーカーシェアの比較をしていきたいと思います各社の特徴とメリットデメリットをやってきます まずはトヨタレンタカーの特徴になります主要駅にはほぼ完備しています車体の状態はすごくいいけどちょっと割高感もありますねトヨタブランドなの安心感と車種はトヨタのみです車種は多彩です K からクラウンまで、えー、利用は6時間、12時間、24時間、それ以上乗り捨て料金もありますスマホアプリを利用した直乗りなら無人貸出のステーションが今全額拡大中でございます 日産レンタカーの特徴になりますディーラー系ではトヨタに積む大きさですね主要駅に置く営業所がありますけれども、えー、車種は日産のみ K から C ままで多彩電気ハイブリッド車もあります日産自動車は電動自動車リーフがありますこれは返却時に充電をする必要がありませんので料金に含まれています電気自動車興味ある方は非常に有効だと思います レンタル品も多彩に用意しています。日本レンタカーの特徴です。多くの主要駅に営業所があります。ディーラー系以外では最大級です。車種は営業所で様々車体に大きな凹みや汚いこともあまりありません。あると10%オフ。初回利用はさらにお得。ポイントもつきます。平日、土日とも24時間3900円というのも登場しました。これは対象営業所のみですね。 あと輸入車レンタカー平日6時間メルセデスベンツ6490円からというのも出てきますアプリで特割ナウを利用すると直前予約で基本料金が50%オフになることもあります特割ワンウェイは出発地と到着地が決められていてその利用に合致すれば乗り捨て料金込みで最安2200円ということになります これはかなり便利なんですがあまあ条件が合えばということですね次は非ディーラー系カーシェアリングなどの関係ですタイムスカーシェアリングの特徴になりますカード発行料初回だけ1650円月額基本料880円これ家族会員も含みます24時間いつでも借りられてガソリン代込み15分220円からとなっています あと6時間、12時間、24時間というのもありますけれども、ナイト料金というのが18時から翌9時までで2640円からという破格の料金もあります。ステーションは全国各地にあります。意外なところにもあります。パソコン、スマホで予約直前までキャンセル変更か、キャンセル料はかかりません。 自分で洗車給料するとポイントがついてそのポイントは次回のタイムス関係の利用に補填できるようになっています会社も多数用意してあります TPO に合わせて利用できるのもいいですね、えー、返却の場合はステーションに返却バイロンを車の前に置きます長時間だと割高になる6時間以上は走行距離1トルあたり16円追加ということになっています 長時間借りる場合は、タイムズカーレンタルというのがあります。えー、カーシェア会員ならそのまま使えますし、割安です。カシェ同様のピットゴーというステーションならば、無人でレンタル開始ができ、早朝出発でも便利ですね。ニコニコレンタカーの特徴になります。ここは中古車を利用した格安とレンタルシステム 6時間2310円から12時間2530円からという発覚でございますアプリから予約するとさらに値段が下がります車両は中古車レベルで車種はまちまち装備も元オーナーのままという形になりますただし ETC は全部ついていますマンスリー貸しも価格の安さ最近は車両もかなり良くなってきております営業所が駅から少し遠いことが多いです 車種が古いことがあり若干燃費が悪いこともありますが一部ハイブリッド車を入れてるところもあるので、えー、よく調べた方がいいと思いますガソリンスタンドが直接営業することも多くて返却時のガソリン補給の手間が省けます駅から遠い営業所では予約で葬儀するとこもあるようですガッツリレンタカーの特徴になります中古車を利用した格安レンタカーです プランは1日1週間1ヶ月の3つ3日借りる場合は1日かける3の料金になります。24時間2200円から1週間に7800円1ヶ月に24800円からとかなりリーズナブル利用には健康検証が必要になります。車種は営業所でまちまちです。かなりくたびれたものもあるようです。車種が古いため 燃費はあまり期待できません営業所に定休日がありまして定休日の借り出し返却は不可ただしレンタルが何日かでまたがる場合はオッケーになってます駅前店もありますがかなり遠いところも多いですネット予約はできますが予約の変更は電話でするしかありません返却30分前に電話連絡の義務があり突然来店しても鍵がかかっていることもあります ワンズレンタカーの特徴になります中古車を利用した料金アウトレットクラスは車両はかなり古いですが格安です車種はまちまち店頭予約はできませんネットからのみの予約になりますホテルに入っている営業所もあって他社が混んでいる時に空きがあることもあるようです料金は1時間1100円から当日2750円から24時間3850円から単独となっています 店舗オリジナルの割安プランも多数ありますレンタカー利用の際にはチェックすることが肝心かもしれません。リックスレンタカーの特徴になります。K からはゴンまで多彩な車種12時間まで4,950円から24時間6,600円から早期返却の場合残りの時間が12時間を割らない場合は相当代金分を返金します。ウェブ予約なら基本料金10%オフです。 地域別でお得なキャンンペーンがありまます事前にチェックは必要かもしれません日清レンタカーの特徴です。関東地方のみ展開。ウェブ予約は2日以上で1日無料があります。通常のウェブ予約は5%オフ。軽から電気自動車まで大型はあまりありません。利用でサービス品がもらえることもあります。日清レンタカーのロゴが入ったマスコットカーなら格安料金で利用 OK。 1>, 1時間1000円から1日2600円からと破格です最後にジャランレンタカーの特徴ですジャランで宿泊とともにレンタル予約レンタル会社は現地により違います航空券鉄道ホテルレンタカーをと合わせて GoTo トラベルの35%オフの恩恵があります定期的にジャラン内でレンタカークーポンを配布していますレンタカーのみの利用にもこれが利用できます ジャランレンタカーは公共交通機関を使う遠征登山などに有効ですね強盗期間中はかなりお得になりますただしホテルや公共交通機関とセット販売の場合変更やキャンセルがちょっと難しくなってくるのがデメリットでしょういかがでしたか、えー、レンタカーの比較なんですけど いろいろあってですね、まあ、値段はかなり一時期に比べて下がってきましたよねカーシェアリングとかも入ってきて使い勝手も良くなってきています、えー、各社の、ね、特徴をうまく利用してですね、えー、使ってみればいいんじゃないかなと思います、えー、提案としてはですね、えー、早立ちの日翌日早立ちの日にはですね前の日の一番遅い時間に借りてですね 24時間で借りるっていう形だとですね、えー、ガッツレンタカーとかニコレンだとかなり安く借りれるんじゃないかなと思いますそれ以外は大体8時営業開始というのが多いので、えー、それに合わせて電車でなるべく近い時間に到着して借りていくという形ですねこれであればかなり格安レンタカーもうまく使えるのではないでしょうかあとカーシェアリングメーカーの ゴーというのを使えばカーシェアリングでも、えー、早朝から、えー、借りれるということになります。これだということで、えー、ぜひうまく交通公共機関を使って合わせてですね、えー、レンタカーを使って安全で、えー、体に負担の少ない登山をしていただければいた,いただければいいんじゃないかなと思います。 では、次回も楽しみにしてください。では。